体重55キロのアブーちゃん。普段から園内では放し飼いで、今月1日開園前の午前8時半ごろ、飼育員がアブーちゃんを声から出しました。その後、今度も気をつけるでしょ。園の外に逃げ出していったといいます。脱走から2週間以上、アブーちゃんは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。手がかりを求め訪れたのは京都の児童物園。金かけたから。ここで飼育されているのはアブーちゃんと同じく陸で生活するリクガメの格好。実は4年前に放し飼いにしていたところ脱走していたのです。みんな脱走。本当に綺麗に消えた。金かけた。当時。園長らは必死に捜索。しかし手がかりすら見つかりません。その後捜索は4日目に突入。諦めかけていたその時、お父さん、早く早く。亀吉くんを発見したのは動物園から200メートルほど離れた山の中。園内を散歩中に外に出てしまい、山の中に迷い込んでしまったとみられます。千葉県に入りました。よいしょ。4年前御用となった亀吉くん、もう来れたのかいや今も脱走のチャンスを伺っているようにも見えますが、甲羅があれか引っかかって出れないのかな、うん、結構ここを追って出ようって頑張るんですね。ここに閉じ込められたいのが面白ないみたいで、出たいんです。何程度しかし、亀は家に帰ってくると自信満々に語る二本松園長。方向が分かってるみたいで、一生懸命動物園の方向いて歩いてましたから、あとつもとついとったんだと。結構賢いですよ。だからあの今の岡山のゾウガメも絶対帰ってきます。この話がまさか現実になろうとは、この時誰も思っていませんでした。そして午後2時過ぎ、取材班が林の中へ進んでいくと、お笑いの人たち騒がしい気分よかったね、うん、なあ土の子とかやってた、なあいました。